よー、説明圭介だよ。一人称視点とスマホ視点のさ、使い分けが分かるようになってきたというもの、このゲームが結構、おーって思い始めたけど、お、面白いやん、このゲームって思い始めたね。さて、発電機だよ。ここら辺もちゃんと一人称視点を使い分けてさ、ある程度まっすぐ行ったらいいですよっていうことが分かった時点で、ここ一人称視点使って、どんどんまっすぐ進む、右に向く。ほいほい。このまますぐ、ある程度まっすぐ。ある程度まっすぐ行けば大丈夫。なんかに見つかったら怖いけど。おお、丸太のところ来た。安全地帯やな、ここはとりあえず。発電機ってどこだったっけな。まずそこがちょっと気になるところやけど。いろいろちょっと変に逃げすぎてさ、どこ行けば発電機のとこ行けるかって、いまいち覚えてない。ここ扉、開くところだった。よし。ああ、そうか。こっちはあれじゃ、ハンドシェイクだったっけ、ハンドシェイクだったっけ、わからない、忘れたけど。それは使えんのじゃ、扉じゃないでもの。遠回りじゃ。どうやったっけな、本当に。いまいち覚えてないんよな。はいはい。ほいほい。ほい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 。ほいほい。ほいほい。ほいほい。左確認。オッケー。ちょっとチェック入れて。これは、こう横つどりはできるな。よし、ここを扉開けれる。ハンドウィンチ、こうハンドウィンチ使った中に結構重要なアイテムあるだろこれ。ここもハンドウィンチ使うんか、ね、使って初めて開くところやけんな。うん、あーまずいまずいまずい。この台デッドエニウェイ無理です。いや、下を降りずに左行っとったらまだなんとかなっとったな俺。あーでも、この目のさ、ほう、上行ったらさ、もしかしたらあったかもしれんな。発電機。こっちだったっけな、もしかして。覚えてないよな、まあ。スマホ。明かりを消す。一つ進む。右向く。もう一丁、もう一丁、もう一丁。この辺で。戻って、セーブしとこうか。ちょっとこまめにセーブしとかんかったら、いざって時にあれやけんな。正面の発電機じゃん。だったような気がするんやけど。来たー、ようやく来たわ、発電機。よっしゃー。ここで物品じゃ。多分、ここであれじゃ、音楽プレイヤー充電できるんちゃうんか。あ？あ、燃料入ってないんか、そういや。そういや、燃料入ってないわ。ミスター、けど発電機の場所は思い出したけん、よしとしよう。これは遠回しにあれだろ。近くになんかあるんちゃう、燃料が。そういうことじゃないかな。そういう気がするから、俺は探す、探す。まあ探す。ハンドウィンチ！待ち伏せなんかしてないだろうけど、一応これ一人称視点で進みますね。おー、来た！よーし！言ったそばから、ガソリン。よっしゃ、戻ろう。あ、待てよ。戻った時にいたみたいな時が よくあるもんな。この辺慎重に。ていうか、セーブしとこうぜ。もうこまめにセーブしすぎって思われるかもしれんけど、セーブしとこう、これ。よし、ここら辺でちょっと、ちゃんと一人称視点で。よっしゃ、来た！よかったー。何事もなかった感じで来れたわー。ガソリン来た。おい、補充。で、発電機が動かせるようになったんで、遠慮なく。もう、アキラのやつはもういいだろう。で、これじゃ。音楽プレイヤー。
充電終わってんのこれ、充電終わってるこれ。おお、目的の曲を探すのよ。いろんな曲がある、たくさんの曲がある。え、使用すると再生したい曲を検索できる。使用、充電、あ、充電はいいわ、もういいわ充電は。あ、ここは離れた状態じゃないと充電の方になってしまうんか。よっしゃ、曲名入力。曲名、あ、曲名か。曲名入力するタイプだったんだよ、これ。ステップアステップ、少しずつ掴み取るんだ、未来を。じゃあ、最近の曲、最近のアニソンは知らんらしいわ。35173、35173。あ、これ逆からっていうかさ、180度回転したらさ、エリスになるんじゃん。エリスって曲もしかして安易か。てかもう一枚あるけんな、エリス。まぁ、あ、ちょっと4、逆から読んだら確かに4やけど、4エリス、4エリス。ちぎれ方が出したら確かに4エリスになるんか。1枚目と2枚目くっつけれるもんな、このちぎれ方。下側にもなんか3枚目、4枚目ありそうな感じのちぎり方をしておけて、4エリスじゃ。とりあえず4エリスって入れてみよう。音楽プレイヤーで。アルファベット、アルファベット。ちょっと待って、4エリスって入れれるか、アルファベットないで。あ、あるやん。どういう入れ方すればいいんだろう。エリ、S、E じゃん。4エリス。いけ！来た！見つかった！一件！あ。あ、エリスじゃないんじゃん。エリーゼって読むんじゃん、これ。あ、エリーゼのためにって、英語でエリーゼのためにって書いてない。4エリーゼって読むんじゃん。なるほどな。あ、そういうことか。エリスって呼んでまうわ。エリーゼって読むん、これ。知らねえわ。で？だから何？エリーゼのためが何なん？この曲が、ん？報告しに行くか。トマト女に。トマト女へ行くところまでの最短距離はこっちかな。トマト女にエリス、エリーゼのために入ってたよみたいな感じのことを言えばいいんかな。え、だから何みたいな顔されそうな気がするけど、俺。そう、エリーゼのためが好きなので。で、何？来たよこれよ。こういう曲が入っとったっていう報告しておけばいいんだよ、これ多分。あの子の音楽プレイヤー、あ？ちゃうな。だとしたらだ、紙切れの謎は、え？見せても何も進展せんのか。聞かせてやればいいんかな、別の場所で。エリーゼよ、よっしゃ。これ聞いたらなんか思い出してくれるんじゃん、トマト女。トマト女、トマト女。あ、こんなん拾ってなかったんじゃん、俺。せつけいくんへ、俺に名指ししてきてる。誰だ、これ。この前もらったキーホルダー、とっても嬉しかったよ。すごく可愛いから、今の大切に持っています。あのね、私、私立学校を初めてで、入学したてで友達もいなかったんだから、最初はクラスに馴染めるか不安だったんだ。けど、せつけいくんが話しかけてくれたから、今は毎日が楽しいです。かっこ笑い。笑ってんじゃねえよ。こんな私だけど、これからもよろしくね。キーホルダー、ありがとう。あかり、より、あかり？お、俺、めっちゃいいこと友達だったんじゃ。
もしかしてだけど、もしかしてだけど、彼女になれるんじゃないの？っていうレベルの好感度じゃないか。キーホルダーって言っちゃった。マジか。このキーホルダーの持ち主と友達だったのか、これ。誰やったっけ？キーホルダーの持ち主か。お礼の手紙。あかり？これはちょっと伝えておいた方が良さそうな気がしてきた。トマト女。トマト女どこだ？え、お前もしかしてなんか知っとんじゃないのか？俺とあいつの関係。赤目の関係さ。数字の、え、間違えた？あれ？間違えた？数字のようだけどってちゃうだ。俺の手紙に数字なんかなかっただろうが。間違えた、こっちじゃ。その手紙、あなた宛てじゃない？知ってるわ。せつけくんへって名指しされてたもん。キーホルダーにも見覚えがありそうね。あなたはきっとあの子を知っている。手紙の名前を見て思い出したはずよ。あなたならもしかしたら。わあ、その先何をすればいいかわからない。わかりませんよ。ああ、助けてください、トマト女。トマト女。トマト女。あ、こんなんも、これ拾ってない。ローブ、ロープ。ちょっと待って、ロープ。待てよ、なんかロープがないから、反動なんちゃらが使えんかったところがあったような気がするんやけど、気のせいかな。ロープあったよ、なんか。それは丈夫そうなロープね。でも短しすぎて穴の下には降りられないわ。他の道具にくくりつけられれば役に立つかも。他のロープか。他のロープじゃないわ。他の道具か。ハンドウィンチもあったんや、そうや。重いものを引き上げる機械。重いものを引き上げる機械。どういう機械なんだろう。ようわからん。一人じゃ無理。私を抱きかかえる人と巻き上げる人、二人いないと。そうだ、いいことを考えた。ハンドウィンチのワイヤーにロープを結ぶ。そのロープを命綱にして穴に降りる。あとは、生きた人間がもう一人いれば、二人いれば私を引き上げられる。あの子に協力してもらいましょう。どの方だ？あなたはきっとあの子を知ってる。あなたならあの子を正気に戻せる。もしできなかったら、あの子に魂を超えて死ぬだけよ。ガー、グロいこと言うね、このトマト女。おい、トマト女。覚悟ができたら私に話しかけた？了解した。覚悟しかないよ。覚悟しかないよ、もう。あ、そうか、そうか。セーブしとけってことか。遠回しにセーブしとけってことか。了解、セーブしときます。よっしゃ、覚悟できたぞ、お前。覚悟できたから行くぞ。よっしゃ、行くぜ。あ、この先行けるようになったんじゃ。こう行っての、こうか。ここ何？ああ。第二次前に、なよ。あの子よ。私がここに来るよう誘導しておいたの。さあ、早く奥へ。おった！どうするん？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 あれ？こっちに誘導するの？え？こっちに誘導するの？話し合いとかしない？話し合いは？話し合いはしない。あ、しない？しないでいいの？え？ああ、誘導すればいいんじゃ、ここで。イベント始まったわ、これ。お、あなたが持っているオーディオプレイヤー。その中にはあの子の思い出の曲が入っている。この部屋は音がよ、とてもよく響くわ。あの子に人間の心を思い出させてあげて。オッケー。オッケー、ベイベー。ちょっと待って。物品、音楽プレイヤー。エリーゼ。レッツゴー、エリーゼ。タタタン、タタタン、タタタン、タタタン。あの子の動きが鈍っている。今なら話しかけることができそうよ。了解。どうやって話しかけるんですか？ああ、目が細くなった。なぜ目が細くなったのだ。とても話できそうなことを、状態じゃない気がするんだけどな。
あなたはその子のことを知っていたはずよ。名前を呼んであげて。名前か。あの名前よな。あーかーりーいけー。あかりーあかりー、わたし、な、わたしは、わたしの名前は、わたしの名前は、あかりー。その声、もしかして、せつけいくん？そうだよ。君と脈を感じた、脈ありと感じたせつけいくんだよ。ここはどこ？真っ暗で何も見えない。そうか。両目を儀式によって取り除いてしまったんだよ、これ。そうだ、私。怖い人たちにさらわれて目を。もしかして、せつけいくんが助けに来てくれたの？ありがとう。え？穴に落ちて死んだ女の子を引き上げたい？そっか、はるなちゃんのことだね。誰だ、はるなちゃんって誰だ。俺の知らない女の名前を出すんじゃない。私と同じようにここへ連れてこられた女の子。わかった。一緒にはるなちゃんを家族の元に返してあげよう。よっしゃー、仲間にできた。一応入れ替わってなんだ？何それ、どういうこと？あー、詰まった時の対策の感じのやつだ。オッケー。穴のところまで戻れってか。あー、最初のめっちゃなんか暗いやーのところやな。もう化け物とか金銭でいいだろうから多分スマホ視点でです。ぐいぐい進んでいいだろうけどね。どっちだったっけな、こっちか。あー、こっちやけど、いけるの？あかり、今、ちゃんと、これ、丸太、通っていけるか？通ってこれる？赤目の時は、通れんかったけど、ちゃんと渡ってこれるか、これ。せつけいくん、私そこ、渡れない。いや、渡ってこれた。よかった。よかった。ここ、渡ってこれんかなって、ちょっと思っとったやん。意外と運動神経ないから渡ってこないって、そういう感じだったかなって。私、運動神経ないからそこ渡れない、怖いみたいな感じで、もうそういうタイプの人間かなと、ちょっと、うすうす思っとったけど、大丈夫だったわ。こっちだったっけ？あれ、こっちだったっけ？あ、赤い目も、赤い目のやつもおらんようになっとるで。ちゃんとおらんようにしてくれたんだな。えらいえらい。あれ、どこやったっけ？どれだっけ。邪魔だよお前。来た、ようやく来たね。ハンドウィンチ、とりあえずセーブして、ハンドウィンチ、これようやくハンドウィンチがどんなものか見えないわな。固定するものがない。危険だが、扉の取っ手を利用するしかない。よっしゃ。ハンドウィンチ、こっから使えってことか。私がちゃんと引き上げるから、しっかりワイヤーとローブを結んでね。はるなちゃんのことをお願い。気をつけて。よっしゃ、行ってくるぞ、未来の嫁。うわあ、ちょっと待ってねー。ちょっと待ってねー。地獄絵図ですねー。向こう側になんかにたくさん人がいるように見えますけれどねー。どんな状態だよ、これ。ああ。バッグが一つだけ。これが春菜ちゃん。春菜という名前が書かれている。春菜ちゃん、この遺体。これが本当に春菜ちゃんだったのかよくわからない。もしかしたら春菜ちゃんじゃなくて、話に出てきたストームとかタケシとかそのあたりだったかもしれんけんな。ここにいたら魂まで食われちまう。彼女たちが目覚める前に早く。彼女たちってこれらのこと。バイバイ。やったー。この BGM が流れてるってことはもう終わりでしょ。こうして私たちは、はるなちゃんの案内のおかげで、無事に行動から脱出することができた。私たちをさらった不良グループとアキラくん、
そして春菜ちゃんの遺体は後に自衛隊が回収し、ご家族の元に引き渡された。その後、事故を原因究明のため、様々な人が行動を調査したみたいだけど、廃校のあった部屋は、私たちが出た後すぐに崩落し、ことの真相は私と雪景くんの二人が知るだけとなった。そして一週間後。ああ!ちゃんと治療を受けたんやな。アキラくんのことごめんなさい。私もあの時は正気じゃなくて。いいんだよ。あんな奴がいたら今頃三角関係になっちゃうからね。僕と君の二人きりという関係がなくなっちゃうからね。あいつは死んでもよかったんだよ。私、4年間も廃校の中にいたんだって。ほう。それに目も見えなかったから変になっても仕方ないってお医者さんが。正当防衛だね。わかったよかった。これは正当防衛じゃなかったら君多分今頃刑務所の中だぞ、お前。ありがとう、雪景くん。うん。雪景くんが来てくれなかったら、私はきっと暗闇の中で命を失ってた。雪景くんにはすごく感謝してる。ただね、一つだけ聞いておきたいことがあるの。なんだい?聞いておきたいことって。私があの人たちにさらわれた日、あの日、私は雪景くんと会う約束をしてた。雪景くんに会ったら、キーホルダーのお礼を言おうって思ってた。けど、いつまで待っても待ち合わせの場所にあなたは現れなかった。もしかして、雪景くん、あいつらに脅されて私を撃ったのは、ちょっと BGM 変わったね。ちょっと、これまで、ハッピーエンドみたいな終わり方してたんなあ、信じてたのに、あなたは本当の友達だって信じてたのに。ねえ、私の目、返してよ。私は今も廃校の中にいるのと同じ。どこまで行っても光の差さない黒い世界。私も目が欲しい。新しい目が欲しい。あなたの目、私にちょうだい。ちょっと待って、赤身に戻った、赤身に戻った。おい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 、え、ハッピーだったやん。いい感じの、もしかしたら夫婦になれるような感じだったやん。おい、無慈悲かよ。